あ今日ありがとうねありがとうございました来てくださって嬉しい広島帰ってきましたありがとうございました皆様来てくださった方ありがとうなんか今日めっちゃ声が枯れてて声があのね届きにくかったらごめんなさいゲリラ間に合ってよかった配信横浜楽しいとこやろえなあもうね横浜横浜っぽいのも なんか横浜ん横浜で有名なものとかも食べてないし堪能できてないですまた行きたいな横浜そう声がやばいんですよ今日ありがとねありがとうございますそうもう今日大きい声出しすぎたし昨日めっちゃ思い切って歌ったからもう声がこんなんです今日はとても楽しかったですありがとうございました リオンは楽しかったよおお話がお疲れ様ありがとう本当になんか要因がすごくてでなんかたくさんあの初の一人り連でめっちゃ緊張してたけどあのたくさんの人が来てくださってそれに「はじめまして」って方も多くて「なんかショールーム見てきました」とかあの「研究生ツイッター見てきました」とかっていう方も多くてすっごく嬉ししかかっったたです楽しかったうんめっちゃ楽しかったです。 そう1時間目と2時間目2時間に2時間2時間ありましたシュウマイ食べてくれえー、もうね広島にいるからシュウマイ食べれなかった明日よろすあ明日よろしくお願いしますクルージングだめっちゃ楽しみ明日も明日も楽しみですウィンディーさんハートありがとうリオツン会場で見たよあありがとうねどうだったサンタ今日はねサンタ衣装であの結構丈も短かった 赤のサンタでした鉛を赤サンタめっちゃな並んでましたやんそうなんですよ完売させていただいててそれになんか研究生ってロングのイメージじゃないですかあの,あのスカートとかもあの私服とかもロングだからあのサンタもサンタ衣装もね丈がロングかと思ってたらめっちゃ短くてミニスカで <laughs> びっくりしたそうミニスカおかえりなさいかわかったよありがとう 横浜の土産買えたりしたあなんかねバナナラスクみたいなの買ったえバナナラスク違う違う違うなんかねバナナの形をしたラスクえバナナ味なんかなわかんないけどなんかなんとなく買った <laughs> そうラスクも東京ラスクが本当に食べたくてでもなかったから横浜だしね伊岸さん行きな決勝ありがとう2時間目だけでごめんね全然大丈夫だよありがとうね そうマイキューさんとお話もできてパセリさんともお話ができてであのソラハさんにお礼を言いたかったんだけどソラハさんがあの,あの夜の時間だったからそうもう帰っちゃったからお時間が違ってお礼が言えなかったんですよね会えなくてだから今度会った時に絶対にお礼を言いますあ,あとアンピーさんにもお礼が言,いま言えましたパセリさんにも言えたし言えました あと先輩方にめちゃめちゃあのあの書類書類イベントお疲れ様って言ってくださってすごく嬉しかったですサンタリオーツの可愛いかったありがとうつけもんさまらありがとうゆずきさんのハートありがとうそして、ね、何人かの人にね「痩せた?」って聞かれて嬉しかった猫ひ <laughs>、ね、さんハートありがとうねそれに半袖だったんですよそう半袖でそうそうそう でね、モアメにはね、いろいろ思いを書いたので、ぜひモアメを読んでみてください。で,でね、あの、衣装決められとったんですよ。それでなんかまさか、ハウスでだと思ってなくて、そうびっくりして、えと思って。<laughs> あの、冬なのにハウスでって思ったんよ。そう。多分いや違う、あの、 リオが、厚がりだけ、リオが半数ルを希望して、半数ルにしてもらったわけじゃなくて、もう決められとったんよ。そう。半数ルで決められとって。そうそう。あ星投げが時間だあテロッ、テロップじゃない、違う。提携コメント変えなきゃ。元に戻さないと。今日のお話かありがとうございました。好きです。ありがとうございました。好きです。<laughs> そうなんですよ。 ねめちゃめちゃ盛り上がってて会場全体もねよかったフィニーさんエラビューありがとうもう目読んだありがとうねあフォローしましたって方ありがとうございます S.T.O.T. の研究生中学2年生14歳のりおつんごと岡村りゆですフォローよろしくお願いしますてかさ本当に今日あの 前よよりもみんんなの声がよく聞こえて嬉しかったんですよそう多分みんながマイクにねこう近づいて大きな声で喋ってくれたからだと思うんですけどでも今日はリオがあの声かかれててあの多分声が届きにくくて何回か「うーん」って言われたけどごめん <laughs> か声から取ったら届きにくい声なんですよリオそうカップづけし君さん青のハートありがとう もうね皆さん見に来てあの見に,見に来てじゃない会いに来てくださった方ありがとうございました初の一人で楽しかったありがとう今なんか落としたな何だったっけな今回聞こえやすかったね今回めっちゃ聞こえやすかったんよそうそうそうほんまに聞こえやすかったよ 本当に、あの、初の一人レーン、リオレーンを埋めてくださってありがとう、みんな。ラブ。ねえ、リオ、今日気づいたことがあって、あの、あの、 リオあのめちゃめちゃ動きながらお話しするんですよそう。だからめっちゃ汗だくなんですけど、あの動いてたら、マイクがちょっと外れちゃったんですよね。マイクじゃない。イヤホンか。イヤホン、リオ、片耳つけるんですけど、イヤホンが外れちゃって、そこで気づいて、イヤホン外した方が聞こえるんですよ、ファンの方の声が。<laughs> そう。イヤホン外した方が、ファンの方の声がめっちゃ聞こえる。あ、でも、その後も、まあ、イヤホンをつけたんですけど、一応。 お話がありがた楽しかったリオも楽しかったよありがとう <laughs> 怖い怖い <laughs> そうリオツン側もねみんなの声がよく聞こえてめちゃめちゃお話できて楽しかったですなんかさ目の前にさなんかジェスジェンジェジェイソンジェイソンのさ仮面の人がいるんだけど怖い なんかね、白い仮面。あれは人ああ客席の頭につけてるのかウチキツタンネームスターありがとうパーナがなんかジェスチャーしてるけど、わかんない。カブズキシさん、青のハート。ボビーさんお疲れありがとう鉛をめっちゃかわかったありがとうございます嬉しいなんかめっちゃ。 3対似合ってるって言ってくださって嬉しかったです人多かったはい多かっためっちゃ多かったよめっちゃ盛り上がってました全体的にごめんねイヤホン外れてごめんよ本当に動きすぎて外れちゃった今日はありがとうありがとうございました本当に楽しかったで明日はあのー、広島校集合であのー メモリアルクルージングがありますので皆さんよろしくお願いしますでなんか明日も広島来るよって言ってくださった方もたくさんいてすっごく嬉しかったんですよそう嬉しかっためっちゃ楽しみ明日なんか初めてお船の上でこうお話あお仕事だからめっちゃ嬉しかったあめっちゃ楽しみ <laughs> 待って 自分は楽しげて声かれましたありがとうね声かれるぐらい話してくれてありがとうもう本当にもう昨日があって今日だったからその今日が本当にあのリアルお話し会でもうかったって思うもう本当にみんなから元気もらえたしもう直接会うことによってみんなからあの元気を奪え奪えたから <laughs> みんなからね元気をこうね奪えたから <laughs> もう来てくれてありがとう ありがとお話ししてくれてありがとう元気をくれてありがとう元気出たもうすぐクリスマスダメもう来週来週だよね早っまたリアルお話し会来年あったら絶対来てねみんなもう今年最後の今日がリアルお話し会だったから本当にもう楽しすぎてもう満足ですカープズキスカンさんあーのハートありがとう サンタ見たたかったサンタねあのモアメで送っとるけん見てねリアルお話会全然いけてないけん来年またあれば行かなければあぜひ来てリオレーにも待ってるね明日暖かくして楽しむよさあよねなんか明日あの雪が降るかもって言っててめっちゃ降ってほしい <laughs> 今度は生リオツに会いたいです会いに来て会いに来てね待ってるよ楽しみ 明日のクルージングも楽しみにしてるね。楽しもうね。もう、明日もなんか企画がめちゃめちゃあって、そう、嬉しい。めっちゃ楽しみ。で、それに、あの、生リオはね、もっといいのでリオ。<laughs> 生リオ最高。なんか、あの、よく、あ、あの、たくさん、なんか何人かの人に言われたのが、なんか、生の方がもう100倍可愛いって言ってくださいました。嬉しいゆずきさん、あんはありがとう。吸い取られた吸い取られたか。 じゃあもう元気楽してるかな <laughs> ですねみんなそれを信じてください生かわいいですリオは生かわいい <laughs> 明日は広島気温3度とかえ3度どういうことえやばくない ?3 度はやばいでもマイナスじゃないっけまだいいけどえあったかくしてきてねみなさん 明日来てくださる方あかくしてねカプズ騎士くんさんとウィンディさんかわいいありがとうリオは生もあももつけてくれたありがとう嬉しいカプズ騎士くん最近のゲッシャーありがとうもう本当に楽しくて余韻がすごいですそうでなんか今日ねあの 楽屋楽屋もめちゃめちゃなんかクリスマスっぽくてなんかドーナツも差し入れいただいてからなんかなんかね3種類あってからキャラメルとなんか白いやつとチョコがあってリオはキャラメルにしてみた美味しかったてかさなんかさ今日なんかごめんお話し会みたいに大きい声で話しよるかも <laughs> お話し会の余韻が残りすぎて。 めっちゃ大きい声で話してるよね。キャッキャッキャーなんかめっちゃ喋りが強いかも。喋 <laughs> りが強いかもしれん猫、ね、ひでさん可愛い,いありがとう。ありがとうございます。で今日はあの帰りあの新幹線 A B C があるじゃないですか。それの B でそう真ん中でした。真ん中だけど寝れ寝れました。 あの40分ぐらい寝てたゆづきさん「アイラビューありがとう」カップヅキシ君さんハートありがとうでね今さっきマーナとパーナに久しぶりに会ってパーナは何もしてないんですけどあのマーナはハグしました <laughs> ゆづきさん「アイラビューありがとう」なんかねマーナから LINE が来とってから <laughs> マーナから LINE が来とってなんかあのなんか「絶対走ってきて」って言われて。 絶対走ってきてハグしようねって言われて嫌だって言ったけど、しました <laughs> で、なんかあのパーナが迎えに来てくれたんですけど、上までなんかそしたらなんかパーナがあの、なんかあのハグしたらダメよね <laughs> みたいに聞かれていやダメでしょって言ってリオが断りました <laughs> パーナナミ <laughs> 大丈夫ですパーナいじられるのが好きなので <laughs> 首を横に振ってるカブズキシくんさんハートありがとうてかなんか今日が土曜日っていうのが感覚なくてやばいそうパーの充電器怒ってなかったえでもリアルで怒られてないですカブズキシくんさんかわいいありがとう <laughs> てかさあのウィンディーさん ありがとうなんか今日ねもうあの今日あの今回あの横浜に行くのに荷物がさめっちゃたくさんあるから海外用に行くキャリーケースを使って行ったんですよもうなんかそのキャリーケース自体がおっきすぎて重いからキャリーケース自体がもう本当に重いんですよねそれプラスもう大量の荷物でそうそれなんか配信用の,あのものとかもあったりしてなんか他にも違う撮影用とかの あのものもああったからゆずきさんゆきの決勝ありがとうそうだから本当に重すぎてあの押すことすらあの困難でしたそう荷物がかなり多くてなんかこう,あのこうやって持ってからこうやって進んどるんだけど重すぎてなんかあの変なところに行ったりするんですよそうなんかクネ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 曲がってそう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 海外用のキャリーケースで行きました <laughs> そう家にあった海外用のキャリーケースカップヅキシ君さん池の決勝ありがとうなんかいつもはあのおばあちゃんからプレゼントしてもらった昔あの花柄のキャリーケースを使うんですけどそれじゃ入りきらなくてそうだから今回は黒の,あの黒の海外用に行く用のキャリーケースを使いましたそうですね <laughs> そうキャリーケース反抗期なんですよ本当に本当に反抗期だってさこうやってまっすぐねリオもあのあの進んでるのにクネクネ,クネ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 曲がってあっちこっち行くんですよそうき岸さんバラありがとうカープズキチくんさんお疲れありがとうもう広島なの中華街にも行けてないとそうなんですよ広島です中華街にも行けなかった今度行きたい横浜中華街 ケシさんバラありがとうゆずけしさんねモンスターありがとう森を初の横浜だったけどなんか横浜感がなくてうんでも横浜楽しそうだった全然め全然じゃないめっちゃ <laughs> そうなんか横浜ねどこも寄れてなくてそう横浜の名物とかもね食べれてないからそれになんかお仕事の時は行って帰るだけであのでもあの なんか、時には、あの、差し入れとか、あの、お弁当とかで、あの、その、県の、なんか、有名なものとかがある時はあるんですけど、今日は普通の、なんか、油林地でした。そう。油林地がエビマヨがあって、リオは油林地にした。河豚キチくんさん、クマちゃん、ありがとう。そう、いつもね、自由時間がなくて、そう、どこにもね、遊びに行けないですね。お話からないと、横浜中華街行ったいいね楽しかった え横浜中華街ってさ、あの、中華が食べられるんよね、たくさん。中華があるんえ、出店みたいな感じ違うか。普通にお店があるんかなえ、もう最高じゃん。中華のお店がたくさんある。え、最高。最高。なんか、リオが生まれる前に、あの、パーナとマーナとモーナ3人で行ったらしくて、で、モーナが、あの、モデルしたらしい。伊ズさんラ、ね、イモスター、ありがとう。 <laughs> ね、リオだからリオは横浜中華街とあの横浜自体行ったことなんか行ったことがなかったんですよね肉まん肉まんおいしそう肉まんなんかさシューマイがさ有名って聞いたよシューマイリオ中華好きなんですよねリオ酢豚と もうすぶた,食べたいすぶた,最高すぶた,すぶたあのりお酸っぱい系が好きだし酢ぶたも好きだしチンジャオロースも好きだし水餃子も好きだしうんああとバンバンジーと油淋鶏も好きだし最高だよあ小籠包も好きあシューマイも好きですいや小籠包りお食べたことないかもしれんあとね麻婆豆腐も好きだよ あ、57分教えてくれてありがとうありがとうね、みんな。それでは、女読見ます。今日もボード書けないんですけど、スクショして明日。13位、コアラさん、ありがとうございます。12位、ラックさん、ありがとうございます。11位、サトシさん、ありがとうございます。10位、リキケンさん、ありがとうございます。9位、ナラニシさん、ありがとうございます。8位、マッハさん、ありがとうございます。 かさんありがとうございます6位むやまさんありがとうございます5位ふるふるぷラーさんありがとうございます4位ウィンディさんありがとうございます3位モビーさんありがとうございます2位カプぱキシくんさんありがとうございますそして1位はルルルルパン ありがとう明日も朝配信なので皆さんよろしくお願いします。多分朝配信、あの配信予約入れるのでぜひチェックお願いします。あとね、あの、明日はね、夜配信できないかもしれません。よろしく、明日朝配信のみになると思う、思われる。それでは皆さん、今日はありがとうございました。明日もよろしくお願いします。また朝会いましょう。バイツー。たくさん食べてたくさん寝てください。みんなラブツーン。 バイ,バーイリオもたくさん食べる <laughs> たくさん食べるまたねーバイツーバイツー大好きーまたねーありがとう今日はまたねラブだよーバイツーチュンチュンチュンツ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 ン